ウォレスとグルミットの人形、ウォレスとグルミットは、イングランドにあるアードマン・アニメーションズのニック・パークが制作したクレーアニメ作品である。とぼけた発明家ウォレスとしっかり者の,の犬のグルミットが、主人公のイギリスのアニメ工房、アードマン・スタジオによる人気クレーアニメーション。1989年に制作されたチーズ・ホリデー以降シリーズ化され、世界中に熱狂的なファンを持つ。 出来上がったモデルを少しずつ動かし撮影するコマ、鳥によって制作されている。クレイアニメと呼ばれるが、登場キャラクターの制作には、粘土ではなく、プラスティシンという素材が使われている。これは、粘土と違い、乾かないので何度も、再利用でき、さらにアードマンは、無色のプラスティシンで色付けをしている。ボーレス製の出演、ピーター・サリス、日本語吹き替え、萩本欽一、 辻村正人、津川正彦、西原 B 通り62番地に住む少々とぼけた、自称天才発明家。寝つきが良く、宙吊りにされても決して起きない。普段は、白いシャツに茶色いズボン、緑色のベストの形をしたセーターを着ている。お茶とボルドーワインを好み、新聞は、モーニングポストとイブニングポストを購読している。かなりの楽天家である。チーズが大好物であり。 野菜が大の苦手。そのためか最近は少し太り気味。ニック・パークの父親がモデルになっていると言われているほか、ウォレスの大きな口などは声を務めた、ピーター・サリス自身がモデルになっている。グルミット・ウォレスの永遠のパートナーのビーグル犬。しっかり者で言葉は話さないものの、字が読め、表情やジェスチャーが口ほどにものを言うキャラクター。 たまに犬の鳴き声で吠えることもある。2月12日生まれ。コーンフレークが好物。編み物が得意で、機械工学に通じる。愛読書は、犬のための電子工学。国家、罪と罰。好きな作曲家はバッハ。ドッグアーツ大学卒。小男でも食べる、退職官の羊。間違って、ウォレスに駆られてしまった自分の毛で作られた服を着ている。体は小さいが、 勇気は人一倍。日本語吹き替えではプルプルと呼ばれていた。ウォレスとグルミと危機一発とウォレスとグルミとのおすすめ生活に登場。羊のショーには主人公として登場。チーズホリデー。ウォレスたちは週末の旅行にチーズを求めて月に行くことに。早速ロケットを作り付けへと出発する。ニックパークが1982年に 美術学校の卒業制作として手掛けて、完成まで6年も費やしたデビュー作。1990年アカデミー賞短編アニメーション、部門最優秀賞ノミネート。ゲストキャラクター、編集ロボットガスに捨てられてあった。コインを入れることによってその金額分動くことができる。月で、ウォレスたちが、無断にチーズを採取していることに起こりマナーを正そうと、する。ウォレスが置いていった。 スキーブックを見て地球に思いを馳せる。ペンギンに気をつけろ。下宿人を装って、ウォレスの家にやってきたペンギンのマグローの正体は、指名手配中の泥棒だった。スリリングなクライマックスのサスペンスコメディー。ラストのスピード感あふれる列車追跡シーンは、シリーズ屈指の名シーンである。ゲストキャラクター、編集フェザーズマグロー指名手配されていた泥棒。 ウォレスが貸し部屋をすることに狙いをつけ、下宿人として潜り込む。手配所には、戸坂があり、鶏だと騒がれていたが、実は、赤いゴム手袋を被っただけのペンギン。グルミットの誕生日プレゼントである機械を使い、博物館に展示されていたダイヤモンドを盗むが、警報装置を作動させてしまう。ウォレスとグルミットをタンスに閉じ込めて、ダイヤを持って逃げようとするも脱出され、 上述の列車追跡の末に捕まり、刑務所に収監された。ウォレスと、グルミット危機一発。窓吹きサービスを始めたウォレスは、ケイト屋のエンドレンに恋をする。羊のショーンが初登場。ゲストキャラクター、編集エンドレン製の出演、アンディード、日本語吹き替え、小原のり子、八素川真由やケイト屋の女主人。プレストンの飼い主、父親は発明家だった。 プレストン二足歩行ができるウェンドレンの飼い犬。実はウェンドレンの父親が作ったロボットで連続羊殺し犯だった。ウォレスとグルミットのおすすめ生活はサッカー、お使いなどの10話の短編からなる。公式サイトで公開された。ウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチは5年半の制作期間を経て公開されたシリーズ初の長編。 ドリームワークス配給で2005年10月14日に全米及び全英公開。日本公開はアスミックエース配給で2006年3月18日公開。2005年東京国際映画祭特別招待作品。ティム・バートンのコープス・ブライドやハウルの動く城を抑え第33回アニー賞及び第78回アカデミー賞の長編アニメ賞を受賞した。 ウォレスとグルミットミュージカルマーベルズは2012年に BBC プロムス用に制作された45分弱の新作。長らくウォレス役を務めていたサリスに代わってゲーム等の派生作品でサリスに代わってウォレスを担当していたベンホワイドヘッドがウォレス役を代演した。2020年にウォレスとグルミットインコンサートの演目の一つとして日本語吹き替え版が制作され、 ウォレス役に、萩本が野菜畑で大ピンチ。以来15年ぶりに再登板したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け開催中止となった。撮影で使われたオスチン A35 の模型、ウォレスとグルーミットベーカリー以外の悪夢は、イギリスで2008年12月25日にテレビ放映された作品。日本では2009年7月18日より、 全国順次公開され、デジタルリマスター版の過去作品、チーズ・ホリデー、ペンギンに気をつけろ、危機一発、と同時上映された。上映は、スタジオジブリが配給し、ウォレス役が従来の萩本君一からプロデューサーである、鈴木敏夫の意向で、津川雅彦が新たに起用された。監督のニックも津川の演技に賛辞を送ったというが、長年、 萩本の声で親しまれていたこともあって、賛否両論を巻き起こした。ストーリー、編集ウォレスとグルミットがパン屋を始めた頃、街でパン屋ばかりが狙われる連続殺人事件が起こっていた。そんな時、ウォレスはかつてパンの CM で活躍していた女性、パイエラを助けたことがきっかけで、仕事そっちのけで彼女との交際を始めてしまう。一方、グルミットの方も、 パイエラの飼い犬のフラフルスと恋に落ちた。その後、ウォレスに代わって、パイエラの財布を届けることになり彼女の自宅に行った。グルミットは、そこで、彼女が連続殺人犯だと知ってしまう。パイエラがウォレスを殺害しようとしていると、アルバムを見せて、ウォレスに伝えようとしたグルミットだが、ウォレスと婚約したパイエラに感づかれて、アルバムを燃やされてしまう。そこで、グルミットは、 パイエラがウォレスに手を出さないよう見張るが、パイエラの策略でウォレスに押し置きされる。フラフルスのせいでウォレス殺害に失敗したパイエラは激怒してウォレスをののしり帰宅した。パイエラが激怒した理由がわからないウォレスのところにケーキを持ったパイエラが現れるが、なぜかすぐ帰宅してしまった。パイエラが渡したケーキの中には爆弾が仕掛けられていた。 パイエラの自宅に潜入したグルミットは、パイエラによって、フラフルスと共に物置に閉じ込められるが、気球を使って、フラフルスと脱出した。ウォレスが、ろうそくに火をつけた時、グルミットが戻ってきた。ケーキを持って行こうとしたグルミットに、ウォレスが飛びかかった拍子に、ケーキから爆弾が飛び出し、ようやくウォレスは、パイエラが自分を殺害しようとしていることに気づく。実は、パイエラはパンを、 たくさん食べて太ったために気球に乗れなくなり、それを理由に CM を降板されられた過去を持ち、その復讐のためにパン屋を殺害し続けていた。グルミットとフラフルスはパイエラと戦うが、爆弾がウォレスのズボンに入ってしまい、勝利を確信したパイエラは気球で逃亡した。とうとう爆弾は爆発したが、グルミットとフラフルスがウォレスのズボンにパン生地を大量に入れたために、 尻が少し焦げただけで済んだ。一方、パイエラは、体重で気球が降下し、動物園のワニのいる池に落ち、そのままワニに襲われて死亡した。フラフルスがいなくなったことを悲しみながらも、ウォレスとパン屋を続けることにした。グルミットの下に、フラフルスが現れる。ウォレスグルミットフラフルスの3人は、パンの配達に出発するのだった。ゲストキャラクター、編集、パイエラ声の出演。 サリーリンゼー、日本語吹き替え、森組子フラフルスへの出演、メリッサコーリアーコンスタントに新作が発表され、続けたが、前述の、ベーカリー以外の悪夢を最後に2019年現在、新作は作られてない。これは、長年ウォレス役を務めてきたサリスの体調が芳しく、なく療養生活に入ったためとな役者を起用しての、新作の制作を拒んだ、ニック監督が、 サリスの回復を待って続編制作を休止していたためである。だが2017年にサリスは死去し、サリスを起用しての新作の制作は不可能となってしまった。サリスが没後のインタビューでニック監督はサリス以外の役者を起用しての新作への意欲を見せたもののピーターの後継者を見つけるのは簡単なことではないとして、 現在のところ新作の発表はされていない。羊のショーンは、ウォレスとグルミット危機一発に初登場した羊のショーンを主人公とした1話7分のテレビアニメシリーズ。2007年制作。ルノーカングウォレスとグルミットがマスコットキャラクターとして使われている。クリコニュプッチンプリンの CM に登場。日本では、この CM でウォレスとグルミットを知ったという人も、 少なくない。住友生命保険キャンペーンキャラクターとして使われている。トヨタエスティマトヨタ店の宣伝に使われている。ホンダ研工業提唱、低重心ミニバンシリーズの総合的な宣伝キャラクターに使用されていた。ありがとうございます。